はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の座標空間における図形丸三をお送りします。で、このタイトルこれで3本目でここで終了です。で、次回からね、タイトルが空間における平面直線の方程式ってやっていって、それもちょっとシリーズなんですけど、それで空間ベクトル終了となります。で、今回も問題演習が3問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。おっしゃ、行きましょう。で、まあ円絡み、まあ円と球か、球面絡みなんですけど、まず1番が、これ。まあパッと見たときに、これ球面、まあ球のね、あと表してると。中心がマイナス5。1、2の半径がこれにルートつけるから、ルート13の球なんだよね、球面でと。で、その球が XY 平面と交わってできる図形の方程式を求めようという問題です。で、これはですね、解き方めっちゃ楽なんですよ。楽なんですけど、一応ね、その解き方を行く前に、あ、そうだよねって思っててほしいことがあって、これ球じゃないですか。で、まあ、平面がね、その X 軸、Y 軸、Z 軸ってあって、XY 平面って、俺がよく下の床の部分、一応書こうか。あのね、書くんだけど、書ききれないんだよ、俺はね。なぜなら、球が書けないから、ちゃんと。まあ、こうね、軸があるじゃないですか。で、XY 平面っていうのは、まあ、下の部分ですわ。今、プラスしか書いてないからね、まあ、よく床って言いますけど、その部分と、この球が交わってできる図形なんですよ。で、何をしててほしいかっていうと、このできる図形って円なのね。円。で、どういう状態かっていうと、まあ、ボールがある。球だからボールがあるんだよね。で、それが、ボールがあって、床に埋まってる感じなの。ボールに床が埋まってると。つまり、ボールを面で切ってるんだよね。で、ボール、球っていうのは、どこで切っても必ず円ができる。切り口っていうのは。で、交わってできるっていうのは、つまり切り口のことなので、これ聞かれた時に、あ、出てくる図形の方程式って円だよねっていうとこは、ピンと来てほしいんですね。個人的には。まあ、解き方と全然は関係ないんですけど、まあ一応そうなんだと思ってください。で、実際の解き方なんだけど、これ今、XY 平面と交わるんですよ。で、XY 平面交わる。つまり、XY 平面上なんだよね。それで切ってるからさ、その部分。XY 平面上。ってことは、つまり、Z が0なんだよね。座標必ず。絶対 Z イコール0になるわ。だから、今これ、もう成り立ってるんで、そこに Z イコール0を代入すればいい。いい？一応書くか。Z イコール0より代入すると、ここ全くいじる必要ないんで、2乗でしょ？で、次もね、Z 関係ないから、y-1 の2乗。で、ここが関係あるよね。Z0 を入れると、マイナス2の2乗。つまり4なんだよね。で、4を右辺に持っていくと、13-4になるんで、9になると。つまり、イコール9なんです。これ、まあ、XY 軸だけで考えれば、中心マイナス5の1、半径3の円だよね。つまり、円を表してる。これ終了です、これ。これが答え。だけど、大事なことは、今、X と Y について書いてあるけど、Z について書いてないので、これプラス、最初に言った、Z イコール0も必ず書きます。これが答え。正しいね。っていう解き方です。いいかな？これ結構忘れがちなんで気をつけてください。でもやってることは、XY 平面だから、あ、Z 座標0だよね。じゃあ、Z イコール0代入しよっか。以上みたいな感じ。いいかな？こんな感じで。ぜひやってみてください。で、次も似てるんですけど、中心がちょっとわかんないんですね。A が入ってる。中心がこれで、半径6の球面が、ZX 平面です、今度。ZX 平面と交わってできる円の、さっき言ったね、円がね、面で切ってるから円ができると。で、そいつの半径が3√3であるときに、A の値を求めようっていう問題。で、今回は、中心と半径が分かっているので、こっから、球面の方程式をまず出してしまいます。まあ、これ公式なんでね、すぐ出せる。2番。これ中心これだから、
x-1 の2乗プラス、y-a の2乗プラス z-2の2乗、これ符号ね、あの変えたやつ入れただけですわ。で半径6なんで2乗すると36と、今この2つの情報を使って書いただけね。で次に大事なのが、今度 zx 平面なんだよ。 zx 平面その上にあるってことは y 座標が0なんだよね。 y イコール0になると。だからこれに y イコール0を代入します。で y イコール0より、さっき上と同じだね、ここ関係ないから残します、ちょっと後でやるね。でこれ関係ないから先に書きます。でここに0を入れるとマイナス a の2乗なんで a の2乗になります。 a の2乗こっちに持ってくると36マイナス a の2乗ってなる。で今これ出たでしょ。でこの交わってできる円の半径が3ルート3なのね。じゃあこいつの半径何かって言われたら、これも球も円も同じですけど、これにルートをつけたのが半径です。球の時も36にルートつけて、ルート36、それが6、それが半径でしょ。でこれにルートをつけると、いい、でルートをつけたのが半径なので、ルート36マイナス a の2乗、それが3ルート3なんです今。これが成り立つ。まだ入るかな。あ、これでギリだね。で、あとこれ解いていきます。解き方は両辺2乗してください。両辺2乗すると、こっちはルート外れるだけ。36マイナス a の2乗。で、こっちが27か。で、これ解くと a の2乗イコール9になります。a の2乗イコール9。つまり、2乗外して a イコールプラスマイナス3と。これで終了です。いいかな。 a の2乗イコール9、一応書く消しちゃうけどね。2乗外す代わりにプラスマイナスルートをつけるのがルール。こうやってね。でルート9が3と一緒だからプラスマイナス3と、こんな感じでやってみてください。よいしょ。で最後3番ですね。でこれも方程式こんなぐじゃーって書いてあって、でこれがどんな図形を表してるかっていう問題なんですけど、これは、今 Z 入ってるけど Z がないバージョンでやったことがあるはずなんです。これは Q じゃなくて N の時にやってる実は。だからこの X2 乗と -2X、 ここで無理やりこの括弧を作りに行く、 Y で無理やり作る、 Z で無理やり作るっていう感じで無理やり Q に持っていくっていうパターンだから、スペースもあるからちょっと丁寧に書こうか。これね、並び替えると x で集めようか。 x2 乗マイナス 2x、 ちょっと隙間開けていい、プラス y の2乗をプラス 4y、 ちょっと開けるよ、 z の2乗でプラス 6z、 忘れずにイコール2を書いておくと。で、この部分を使ってこれが出てくるようにこの2乗を作るとしたら、このマイナス2の半分を入れます。マイナス1の2乗。そうすれば x の、これ展開してね、展開すると x の2乗マイナス 2x プラス1になります。つまり x の2乗マイナス 2x がちゃんと出てくる、戻るじゃんか。けれど今言ったように、ごめん間違った、マイナス 2xプラス1っつって、これが余計に出てきちゃうんだよ。で、余計に出てきちゃったから、その分引けばいい。マイナス1って。プラス1を打ち消すためにね。こうやって無理やり作る。で、同じように作っていくと、これプラス 4y だから、半分のプラス2を入れてあげる。そうすれば、y の2乗、プラス 4y が出てくる。けれど、プラス4も出てきちゃうんで、打ち消すためにマイナス4をしようよと。でラストも z も同じです。プラス3分の3を入れて z の2乗プラス 6z プラス9邪魔やなっていうことでマイナス9をすると、打ち消すためにね。でこの打ち消すために出てきたこの数字を足して全部右に持ってってあげる。そうすると
2乗プラス、まあ、z がプラス3の2乗で足すとマイナス5マイナス14持ってって足せば16だから、5世話も綺麗にね球面の、方程式が出てくると。であとは中心と半径書けば OK なので、中心これの符号を変えたやつね、1マイナス2マイナス3、そしてあと半径も必ず書きます。半径はさっきも言ったようにこれのルートをつけたやつ、ルート16つまり4です。で半径4で大事なことはこれで終わらさずに9だから、まあ9でもいいと思うけどね、一応球面と書いておきましょう。球面とここまで書いて OK となります。なんでまあ無理やり変形するだけなんだけどね、それが慣れてる方はここ書かなくていいからね、頭の中でいけるよっていう方はここからいきなり答えに行っても構わないんだけど、まあこんな感じで変形してみてください。では今回は高校数学数 B の座標空間における図形丸三をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回からタイトル変わります。空間における平面直線の方程式で、これを2本か3本取って空間ベクトル終わりになりますので、もしよかったらね次回の方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。